11月9日、水曜日の山陽新聞ニュースです。降雪シーズンを前に、高速道路の除雪や、凍結防止の作業にあたる、大型車両の出動式が9日、津山市の西日本高速道路中国支社、津山高速道路事務所であり、関係者が安全を祈願しました。津山高速道路事務所や、岡山県警高速隊、北部方面隊など、 10機関からおよそ80人が参加しました。駐車場に並んだ除雪車や凍結防止剤散布車、そしてパトカー、合わせて10台を新職が払い清めました。岡山市中心部で開催中の現代アート展、岡山芸術交流の延べ入場者数が9日10万人を突破しました。主会場の旧下小学校でセレモニーがあり、 くしめの入場者となった親子に記念品が贈られました。倉敷市の湯野木恵美香さんと長女奈々ちゃんでセレモニーは空のプールに巨大な熊のぬいぐるみが横たわる作品の前で行われ展覧会のタイトルロゴ入り T シャツやクリアファイルなどが贈られました。冬に成熟する全国でも珍しい桃、冬桃語りが収穫期を迎え、 産地の総社市で9日、選果作業が始まりました。12日には、岡山県内をはじめ、東京や大阪の市場で、初競りにかけられ、百貨店などに並びます。出荷は来月上旬までで、去年の実績8.8トンを上回る10トンを目指します。市場では希少性から、清水白桃のおよそ3倍の価格で取引されます。 続いて天気予報です。11月10日は岡山県南部、北部ともに晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。岡山県南部の最低気温は7度、最高気温は22度でしょう。岡山県北部の最低気温は4度、最高気温は20度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。 岡山県北部、午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。